なんか天井ごと欲しい。天井から吊るしてるやつが欲しい。あ、私立てかけ式のやつだから。だからじゃあ家をください。家ごとちょうだい。なにそれ。じゃーん、すごっ。あ、いい匂い。こんばんちゃ。スクラムで瀬戸内レモン食堂の今日の事前配信、そうそう配信してた。なんかね、あのあと、いや私たちさ6時から公演だったのにギリギリまでいちゃって、なんか最後まで食べれなかったから、食べたいって言ってたら、それ持って帰るって言ってくださって持って帰ってきた。なんかそこのお店、私の親戚のおじちゃんが、親戚のおじちゃんがよく、あ、こんばんは、みりんが9時半をお知らせします。ちょっと下で七並べしてるね。そこのお店、親戚のおじちゃんがよく行くらしくって、なんちゃらっていう名前の人知ってるって言われて、なんかが STU に知り合いがいるらしくってって、山口県のなんちゃらの方の人なんだけど、あ、私その辺ですよ家って言ったら、まさかの親戚のおじちゃんだった。うん。さっきのなんちゃらさん、逆に親戚って同じ名字じゃなくない？滝野って、私親戚で滝野、滝野だけなん、うちだけなんだけど、親戚の人みんな違う名字じゃない？普通なんかそんな感じ。親戚の人って意外、逆に親戚の人って同じ名字じゃない。そうだから弟が結婚して滝野族を継がないと、うちの家系の滝野は滅びる。それかお姉ちゃんが婿養子なるか、私が向こうに入ってもらうか、旦那さんに。母方は違うね。本当に。でもお父さんの方の親戚もみんな滝野じゃないよ。うちだけ？あ、お父さんに男の兄弟いないと。そうか。ああ、そうだね。女の兄弟しかいないわ。そうだわ。そうなのか。まさかの親戚だった。こんばんは。今日は瀬戸内 PR 舞台の公演でした。ありがとうございました。そして私は事前配信のショールームにも出させてもらったんだけど、見てくれましたか。ありがとうございます。あ、実況見てた。本当に
みーちゃんたちのやつの実況を見てくれてたのかな。あ、2位だった。また頑張ろう。そしてその時に食べた一つがこちらの、これレモンに、なみレモンに何が刺さったと思う？これカマキリ。なんかオリーブ。ああ。何ヒント？ヒントはなんか匂い。匂い。ミントミント。あ、でもそんな感じ。パクチー。違う。食べないこれ。え、モミの木。あっぽいけど。何わかんない。ローズマリー。何それ？ローズマリーって聞いたことない？匂い、なんかローズマリーの匂いみたい。匂いたい。でもなんかちょっとレモンの匂い混じってるけど。あ、いい匂い。いい匂いだよね。これ、これをこう、こうやって絞って食べるんだって。で、ローズマリー風味みたいな？そう。すごっ。いただきます。これ綺麗に嬉しい。写真撮ろう。この画像はメールに載ります。それではいただきます。カリンで、カリン、あかり、あかりん、あかりん、はいはい、痛くている。あらぼ、美味しいです。レンジでチンしたくなる。でもわかるね、温かいのも美味しい。どこだっけ、新宿、新宿にあるな、新宿にある。できました。うんうん。
あ、見逃し配信で残ります。あ、見逃し配信あるんだ。うん、うん、明日でね、うん、瀬戸内 PR 舞台じゃない、一人のことで語るカフェが最後、最終日。明日にために買ったピンダッツ全部食べちゃった。へぇ、なんと521キロカロリー。絶対これよりあるよね。うん、あると思う。ま、ピーナッツやば、おにぎり2個分ぐらい、やば、ラーメンも食べたのに。やばい、明日顔パンパン説。めっちゃ塩分はやばい。なんか塩分はやばい、うん、でもその分今日は頑張ったからね。そうだね、うん、おいしい。あとはね、淡路島の玉ねぎも食べました。あれ新玉らしいよ、あれ新玉らしいよ。うん、いっちゃった3秒ルール。うん、終わった後にあれ新玉なんですよって言われた。ごちそうさまでした。これは今日の PR 舞台の事前配信で行ったお店の食べたやつを、なんかそう、本番ギリギリになってしまったので全部食べれないってなった時に、じゃあそれ持って帰ってって思って、お持ち帰り用にしてもらったやつを今夜ご飯にしました。はあ、これ今日枕元に置いて寝ようかな。いい匂い。あとはリンゴ
リンゴじゃないレモンのノンアルレモンサワーもいただきました。アルコールゼロだそうです。めっちゃ美味しかった。もうレモンのそのまんまって感じだった。私はちょっとアルコール入りが飲めなかったんですけど、いつか夜とかね、お仕事終わりとか行く方はぜひアルコール入りをちゃんとそう飲める方は。そう、私はちょっとお仕事前だったのでね、お酒好きですか？好きです。全然お仕事前じゃなかった普通のやつがね、ほんとかった。またなんかアルコール入ってるとまた味が違うって言ってました、お店の方が。うん、おいしい。おいしいです。スパイスパイ。え、PR でさ撮る集合写真ってさ。じゃあみんな、え、そうなんだよね、顔がなんかすごいくすむ、なんかなんでこんな感じなんだろうね。なんかさ、なんなんだろうね。見た、なんか前もこんな感じ、ね、上がってるやつ。ああ、これ送ってもらったやつだよね。送ってくれてた。公式にも載ってたんだけどさ、なんかめっちゃすっ後ろが明るいからかな。いや顔死んでない、全員なんか誰も漏れてないよね、うん、でもさ別にさ、うん、なんかもともとフィルターなしで撮ったからとかじゃなくって、元の顔をこれだと思ってほしくないよね、うん、なんだろう。でもさ別にさ日清の時にさ、うん、あの明かりの前で撮ったやつは別に私そんなに、あー確かに、えーってなんなかったよ。なんだろう、ライティングなんなんだ。あとちょっと下から撮ってるからじゃない、あーステージの。明日はじゃあ上から撮ってもらえますか。足が短くなる。うーん、でもさ、ね、あれだよ、2列になってるからあまり関係ない、足の長さ。そっか、うん、それが1列だったら嫌だけど。
九時になっちゃう。ユミリのサインリコースター当たりました、おめでとう。あれなんか10枚ぐらいしか書いてない気がするから、レアですね。おめでとうございます。あ、そうだね、今日は6人だったから前の公演とはちょっと歌割りが違ったりとか、あった。まあそれもある意味レアレアですね。レアレア。明日さ9時からさ配信していい？30分ぐらい、ありがとう。明日がさ9時、はい、朝は9時です。でもさ嫌でもさ配信してるからさ嫌って言えないよね。もしそんなに気使うんだったら、朝ごはん9時半から10時まで食べるじゃん、でそっからまた時間あるから、あー9時って送ってた今。え？9時って送っちゃったメールを。あ、今送った。まあ今送った。大丈夫、送り直せる。あと5分あるから。あと5分。でもどっちでもいいよマジで。え、じゃあ10時からする。分かった分かった。え、10時からだったらご飯食べきれないかもよ。10時10分ですよ。10時15分。訂正。みんな10時15分からします。朝ご飯に45分かけよう。かけよう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。あ、ファイナリストライブね。そうだよね。見に行きたかったな。じゃあ今日のやつをツイートする前に一回だけ七並びするね。の後に今日ありがとうございましたって言います。います、ありがとう。でも明日日曜日だからあれかな、10時頃でもね割と見れる人多いのかな。お仕事の方は頑張ってください、ちょっとこのやつ送ったら違う、これこの七並び終わったら
蓋をします。ねえ、日曜日、あ、明日雨なの。そうなんだ、明日雨なんだ。桜が散っちゃうね。桜が散っちゃいますね。今日が満開が多かった。あ、本当に。でも確かに今日東京来た時にめっちゃ桜咲いてるって思った。今日が満開なんだ。へえ、そうなんだ。桜はね、見にはいけてないかな。こう通りすがりに見たりとかはするんだけど、お花見みたいな感じのはできてないかな、うん。まあでもそうだよね、このご時世だし、うん、通りすがりにでもね咲いてくれると嬉しいですよね、お花。あ、10時だった。なってない、あ、なってない、なってない。なんかいけるんじゃない、しない。いけた、嬉しい。59分にさ、ベッドタイムの59分にさ、もう一回さ、室内日できたらさ、嬉しいよね。嬉しい、嬉しい。ギリギリセーフ、セーフでした。最近全然七並びできてなくて、すごい、この時間にひなちゃんの通知が来るって、すごい、時は早いな。あ、みゆなもマピオ配信かな、うん、入浴剤買うの忘れちゃった。入浴剤買おうと思ってたんだけど忘れちゃったな。か、皆さんが、そう、朝の私の荷造りを見てくれたおかげで今日は忘れ物がなさそうです。いつもコンビニで、なんかしかもコンビニで買えちゃうからいいやって思っちゃうんだよね。そう、それでいつもなんかコンビニでいっぱい買っちゃうんだけど、今日コンビニで食べ物しか買わなかったです。えらい、えらい、えらい。無駄な出費がなくなりました。見た甲斐がありました。そう、見てくれた甲斐があった。そう、ちなみにそのただ呼びに関わってくださってるスタッフさんもなんか朝早くから早く起きちゃったから見たよって言われて、私何もしてないのに言ってた、意外とね、なんか意外と楽しかったよって言ってくださって、皆さんほったらかしにしたのに優しい。すごい、あ、2位だった、2位だった。ということで、ずっとやってるこの日本史、もう相沢忠宏さんは親友かのように私に語りかけてくれます。岩宿遺跡の相沢さん、ごめん、あ、ごめんね。あ、
る前にちょっとツイッターツイートする。今日ありがとうございましたってツイートする。みんな見て。明日ミルテンに会える。嬉しいね。マジで嬉しい。ワクワクする。成長するかもしれない。身長とか。前会った時より？うん。楽しみ。ノエミさん初めて会う。ライブ見たい。見たい。可愛いんだろうな。ユメリンも負けてないぞ。ありがとう。ありました。新宿の瀬戸内。レモン食堂にお邪魔しました。レモン何かめっちゃ自分の自撮りになったけど。そっか、そっか、ね、明日は16時明日はのいみにゆびりのこと好きな子いるんで。本当にそれは初耳なんですけど、初耳学なんですけど、それは本当ですか？聞いたことない。それは嘘ですね。勝手に嘘って決めつける。でもあまりそういうの言われたことないから、もし本当だったら嬉しいな。うん、赤いも醤油も塩。あ、あかりのショールームが始まります。いいよいいよいいよ。グラファンだ。まだまだまだ口塗る。あかりが口塗ってます。まゆみさんと対バン何時からだっけ、何時からだっけ。明日は誕生日仕様になってる。ああ、イエーイ、かわいい。おめでとう。最後の21歳最後の夜。まだだって、まだだよね。何が？まだだよね。あ、でもそっか、昨日明日もさ今日は最後の21歳として夜から朝を迎える日。待って、滝野と迎える、もしかして。そうだね。嬉しい。でもどっちにしろ明日行こうと思ってた、あかりの部屋に。マジ？あかりのお誕生日を突撃しようと思ってた。いやー、じゃあちょっとあえて違う部屋に行っとく。それなんか探さないといけないからやめて。どこかわかんないから。そっか。そうだから嬉しい、あかりと同じ部屋だと思って。イエーイ、イエーイ。お誕生日仕様、昨日もお誕生日仕様だったんじゃない？昨日ショールームしてなかった。あー、なるほどね。そういうことか。そういうことか。なんか前後3日間だった気がする。そういうことか。うん。その間でなんかもらえないのかな、誕生日っぽくて。なんかマルチキューブ1000個みたいな。いいね。欲しい。エッグジェム。エッグジェム欲しい。エッグジェム。私エリクサーの評価素材欲しい。あー、エリクサーね、わか
分かりみが深い。エリクサー、だってエリクサーさ、あれでしか買えれんじゃん。ガチャかさ、福ポイント、福流ポイントじゃんでしかもらえんくない。だってさ、イベントやってもさ、あれもらえんくない。ないよね、昇竜、昇竜のやつとかなら買えるけどさ、エリクサー買えないじゃん。うん、うるさかったらごめん、しょうりゅう。うるさくしない。にゃんにゃんみたいな。そう。いいよ、全然。それが同じ部屋の醍醐味だよ。あ、福田会の配信が、放送が始まりました。そう。来た。龍太郎どんまん、ありがとう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 。あ、通信状況悪くなった。明日の髪が、私は PR 舞台の時はあハーフツインタクルス、電波状況悪くなった。おかえり。え、なになに、治った？じゃあ皆さん、おーいって言ってください。おーいって言って、私の声が聞こえたら、おーいって言って。誰だろう？じゃあみんなこの声が聞こえてたら、今日も可愛いねって言ってください。まだ親猫メール届かない、ね、親猫メールを届く前に配信始めちゃったよ。あ、よかった、聞こえてる、みんな。よかった、みんながツイッターに、ツイッターとこれどでわーって言ったから、あれかな、こう携帯なんか通信が、うわー、ツイッターとショールームとどっちすればいいんだってなったのかな。ね、幕張のうどん屋でサンドの飯はうどんで決まりって言ってる女の子だけ吹いた。誰だよ。うーん、そう、誕生日仕様なんですよ。嬉しい。ユミリン副音声。そう。あ、そう、今日タキノと久々にアボカドじゃねえし、アボガド？アボカド？アボカド？曲名はどっち？アボカド。が？アボカドじゃねえし、アボカドだし。だからアボガドじゃねえし。ガド、あ、本当だ。初めて来ました、ね。アボガドじゃねえしか。アボガドじゃねえし。ツイッター間違えてアボカドって感じ。まあ、いいか。伝わるか。どうでしたか。てか見た、みんな今日の配信。見た。私もアボカド。瀬戸内 PR 舞台定期公演ありがとうございました。インスタストーリーにも載せたよ。瀬戸内レモン食堂、ありがとう、瀬戸内レモン食堂、瀬戸内レモン食堂でいいよね、名前合ってるよね、合ってる、
今日はね、東京池袋で、池袋のクラブミックス、あ、訂正が先に、あ、本当だ、訂正が先に来てる。ライブでした。これはなんか結構訂正をね一番最後に送ってるから、なんか全部順番がおかしくなっちゃって気にしないで。 あと1分でギルバート始まる。イメリー、あと15秒。 OK、 6789、今日9つも送っちゃった、9つも送っちゃった、強いかな。ギルバート強いかな。あ、親猫メール来た。あ、目覚ましなった。よし、目覚ましかけてんの。目覚ましかけてたよ。やべ、負けるかも。あ、負けた。ちょっとギルバートします。早くなる前かけじゃないし、まあそうだね、予約も入れとくし大丈夫だよ。ギルバート終わったの。自分が間違えなかったら大丈夫だから、自分のことだけ考えてて。何の目覚まし。ギルバートの目覚まし。こんばんは。あ、確かに今日7のつく日だから、確かに確かに今日7のつく日だから、うん、ドライグガチ勢だから。なんかさ、ドライグのさ、メッセージ送りたくてさ、うん、STU メンバーの名前をひたすら検索してるんだけどさ、みんなログインしてないのかわかんないけど全然引っかかんなくて。ピエンです。今日めっちゃ早朝にエール送ったよ。で、なんだっけ、瀬戸内、瀬戸内レモン食堂で合ってるよ。瀬戸内レモン食堂。そう、フォローしてないと見えなくなるんですよ。そうなんですよ。みんなだから私にメッセージを送らせるためだけにでもいいから場所、場所メンバー以外にメッセージ送りづらいから、瀬戸内レモン食堂、瀬戸内レモン食堂って日本橋だった？違う？どれ？あ、雪にか来た。雪にかん、え、式回復で3回使えばいいんだっけ？うん、今無駄に式回復してみた。あ、いいね、いい無駄遣いですね。意外となんかめっちゃ確実に倒してくる向こうが。だね、結構互角な感じだよね。うん、え、ちょうちゃんやられたの？やられてる。違う、いないわ、ログインしてない系だ。あー、ギルドにいないんだ。そうだ。あー、そういうことか。新宿、え、新宿だよね、だから違うよね。ディフェンスの一人しとか。瀬戸内食堂とオリーブじゃないよね。え、みんなまだギルドドラゴン倒さないで。あ、まだ倒さないで。お願い、ちょっと回復させて。新宿、高田の馬場じゃないよね。どこだっけ、これ。事前配信としか書いてないや。いいか。え、待って、自分がなんか今日に限って勝てるから全然士気が減らない。なんで。じゃあ私見ま…あ、私、じゃあ守備で見まっとくね。お願い、守備ってて、守備っとくね。待って、ゆきりかがでも頑張ってるかも。この前、あ、オッケー、2回できた。あと1回できた、士気回復。これは勝てますね。なんかサクッと始める時とめっちゃ苦戦する時ない？わかりわかり、ね、ちょっと見て、私の猫耳守備についてやから今可愛くない？可愛い。アイスで出たのすごくない？てかこのさ、このあれが可愛い、ティーカップ入ってるの可愛い、リンゴティー。これはジェムの力、今ジェムすっからか。ジェム、私もジェムもうない。ドラゴン、ドラゴンしちゃった。ダメ、倒さないで。ちょっ
っと待って終わす。もうじゃあ本見守りたい。あかりの式回復ちょっと倒さない。式回復ちょっと倒さない。したいか、ボルタン。でもこの復活してきた人も絶対これ倒せるでしょ。このこのあれだと。いや待って、自分の式が減らないんですよ。ああ、また減らない。ちょっと待って向こうがもうちょっと復活するの待ったらいいんじゃない。そうだね。おもろい。みんなすることないから守備に入ってる。かわいい。これみちゅだよね、守備入ってきたの。みちゅ？これだ、ゆきりかじゃない？あ、だから待って、ギルソムであるわ。こんなんで出すの、みちゅ！ダメ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 、倒せないで、また嘘でしょ。かわいい、みちゅ。ちょっとみつき。じゃあ私ツイッターのみんなの返信見とこう。レモンサワー飲んでる彼女感半端ない。ねこれさっき気づいたんだけど、この写真さ、おきちゃんがさツイッターにも載せてさ、ツイッターのさなんかツリートなんだっけ、あのインスタストーリーみたいなやつにも載せててさ、自分も載せててからさ、なんかもうこの写真めっちゃお気に入りの人じゃん私。なんかあ、この写真、この写真自分がお気に入りなの。バレ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 写真です。皆さんなんか私の一番おすすめはこのおきちゃんが撮ってくれた冬打ちの3枚目です。はい、ぜひ。かわいいクーカちゃん。今更やけど N のためにってドラマあったやん。エイクラナーさんと久保田雅子さんが出てたやつ。あれってロケ地小豆島やったんやね。みちゅが自出しプレイヤーって言う。かわいい。ちょっと待って、かわいい。なんで倒すの、雪見かかって倒すのねえ。ピヤン、あ、了解です。だってそうやん、さ、せっかくこんなに来てるのに。こんなに集まってるのに。ごめんね。ごめんね。あ、この人がもうちょっと回復したら私の式減るかな。もう一回、あともう1m 余ってみるね。 OK。 これ何秒ごとに増えるの、式。分かんない、人によるんじゃない、そのバトルサポーター的な。そう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 。あー、強い敵出てきてよ。あ、なんで出した敵か。この人温めたのに今ねえ。ゆきりか、あれだよ、実はあかりんにあれじゃない、ちょっと日頃の鬱憤が。日頃の鬱憤、うん、マジ悲しい。なんかしたっけ。陰湿な鬱憤の晴らし方。うえん、おもろい。ゆきりかかわいい。絶対チャット見てないよね、うん、だってのひたすらゆきりか倒してるだけの戦いになってる。ごめんね。でもさ、チャットさ、ちょっと時差があったりとかしてさ、意外とさ見てない時あるよね。まあね。次倒したら言ってみたら、ゆきりか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 ってチャット意外とね、そう見ない。私意外と、なんかこの前みちと2人で戦ってた時に、うん、なんかみちがめっちゃ話しかけてくれてたんだけど、うん、ガムシで終わりかけの時に見て、うん、ごめんみち無視してたって。くちゃんがやられると意味ないってことってわけじゃないよね、うん、私がこう更新してない、なんか更新してないととかじゃなくって、そう普通にそこ見ないんだよね。何かしながらとかだと誰か倒して攻撃する際に、このさね、私とさみちのさ先方隊倒したキートさんがさ、うん、なんか強そうじゃない、この人
この人おびき出したらいいんじゃない、逆に。この人だってまだ出てきてなくない？確かに。え、アンク待ちってどういう意味？アンク待ち？え、キリト強い。ね、キリト強いね。キリト強い。私は攻撃するキリト。キリトまだ出てきてない。キリト、私は攻撃するんだ。誰か分からんけど。え、逆にさ、ユミ準備外れてやね。え、なんかそれを多分ミチが言ってたんだよ。あ、そういうこと？うん。私一人が壁となろう。でそれでミチ、あの、そう、倒してもろて式回復したら。でこの一番下にいるピンクの人、ミチュ。ミチュ。ごめんね、本当に。なんか、なんか、お、なんか、うん、おごりたいってか、アイテムおごりたいけど、そういう機能がないもんね。しかもさ、ミチもさ、せっかくさ、あれだよね、こう、なんか、せっかくギルバトで出れたのに、出れたと思ったら、なんか、って感じじゃない？きっと。え、キリト？あ、ミーちゃんか。なんでキリト私以外攻撃するの？そんな強くないから。みなみは私の方が弱いから私攻撃して早く。おもろい。なんかさ、しかもさ、敵に送るさ機能ないじゃん、これ。なんかキリトさん私を攻撃してくださいみたいな。それはドエムなんだけど。でもいけそうじゃない？確かに。78と67いけそう。とりあえず、あの、ゆきりくら謝るっていう。なんか送りたい、二人に、二人っていうか、この今出てる子たちに、あなたも含めて。てか、お礼の、なんか、お礼のジェムみたいなの送れないのかな。あプレゼントみたいな。ちょっと、一回。伏流ポイント欲しい。ああ、欲しい。ちょっと一回この誰か攻撃してみるね。うん。さあ、士気減ろう。こんなこと願ったことない。士気減らない。ミスったー。復活してきた。あ、確かにアンクで返り討ちのタンク、アンクあるじゃん。何それ。あ、ゆうた、ケーキありがとう。帰り討ちのアンク、アンクで、うん、あの、自分が攻撃されたら、うん、相手の何、ま、20% の士気を減らすみたいなアンクがあるのよ。そういう、そう、帰り討ちできるアンクマジがあって、なんか守備の人は大体、あ、復讐のアンク、復讐のアンクだって。復讐のアンク持ってもいいかな。私持ってるやん。意味ないよ。意味ないね。アンクなかったって攻撃してみたんだ。あ、うん。じゃあ、アカリンがこの人に攻撃したけど、あ、そういうこと？アンクなかったねって。でもこのショタオって人攻撃しても絶対士気減らないよ、レベル的に。そうだね。しかもクーもさ、アンクないって分かったからさ。確かに。ショタオ、このショタオさんなんかさ、過去の履歴見たら分かるんじゃない、ショタオ。あ、でもショタオ、あ、タマ、タマが復讐のアンク持ってる。マジ？うん。タマいない。ドラゴンも復讐のアンク持ってる。ドラゴンもショタオもいない。ショタオじゃない、タマもいない。タマ、あとは、あ、こんなに士気を減らしたいことないんだけど。あ、でもキリトも、うん、え、キリト、あ、そっか、キリト出てきてないのか。キリトも復讐のアンク持ってる。マジで？うん。キリト出てきてってチャットしたいんだけど。ショタオは復活のアンクだ。ダメだじゃん、うん、お、トシちゃんケーキ10個ありがとう。ケーキ、あ、そっか、お誕生日ケーキ。すごい、ショタオ、ちょっとこれめっちゃメッセージ書いてくれるから。あ、ショタオもアンク持ってないわ。うそ。もうミチが暇すぎてさばき使ってるよ。ミチが暇してるね。暇だったけさばいた。かわいい。かわいい。
チューする。かわいい。ケーキタワー、ありがとう、トシちゃん。ケーキタワー29日からカホちゃんのイベントの終わりに入るので、あ、ほんとだ、カホちゃんの今日お祝いさせてください。張り切ってプレゼント用意したんですが、トラブル続出で、トラブル、まだ手元にあります。急いで送るので受け取ってください。受け取ります。アイドルとして充実した100年の場所に、ありがとうございます。それからもよろしく。カホちゃんのイベント私も応援に行きますね。ありがとう。カホちゃん昨日電話で教えてくれたんよ、イベント出るみたいな。たるたる、ありがとう。パスちゃん、たるたる、22歳の方もよろしく。ありがきたわ。あなたも暇すぎてさばいてる。さばいた、みちと同じ人さばいて、しかもなんかめっちゃギリギリのギリギリ、この人便乗のさばきだって。新しい技使えてる、かわいい。便乗のさばき、あ、便乗のさばきってこと。かわいい、かわいい。え、この初太をさ、うん、初太をさ、うん、倒しても私士気絶対減らないよね。減らないけど、この2人を倒して1回キルトをおびき出してみたら。でもギルドラが出たら多分ユキリカが倒しちゃう。え、ユキリカさん反応ないからさ、うん、もうさいないんじゃない。え、キルを切らした、後で謝罪も。え、だってさ、こんなにさ、こんなに動かないさ、あ、倒しちゃった。一回倒してみたら、もう一人で、それでキリトを追い切らしてみたら。だからみちゃさばかないで。バトルが終わる。キリトなんで出てこないの。あなたを倒したいの、私は。あなたに倒されたいの。キリトおびき出したいね。キリト出てきて。キリト、キリトかタマか。タマ。ギルバトの目的。え、じゃあ私一回クーやってみるよ。え、うん、わかった。来い、来い。で。来い、キリト、キリト、なんで出てこんの、めっちゃ更新を、あはははは、来た、キリト、キリト、来た、ありがとう。いや、うえオッケー、私式 0% です。ありがとう。もういい、ナイス。いや、もうボコボコにしてる。皆さん、みんなごめん。ありがとう。終わりだよ。ほんまにおもろい。遅れるなら、わびジェムを食いたいぐらい。あ、もうみちに倒していいよって言わんと。言った終わり。あ、みちが攻撃した。あ、もうまた終わる。私攻撃した。また。あ、分かった。ね、向こうさ、キリト絶対さ、はって思ってたと思う。多分。何なんこいつ。何の。なんかさ、何の作戦って思って、多分怖くて攻撃してこなかったよね最後。それな。え、待って、これで何がもらえたんだろう。大還元ギルバトミッションじゃないのこれ。うん、あれ。ドラゴが毎日更新激闘ミッション第2弾か。そう。あ、なになに、私士気回復あと1個使わないといけない。ちょっと待って、ねえ。あんなにやったのにあなたがダメだったの。え、でも大丈夫、3月31日までだから。これ、え、そうなの。え、これさ、2日目とか出てるじゃん、うん、それ当日やんなくていいんだよ。開催期間、これいつ出ても3月31日までだから、うん、マジかよ。え、ごめん、じゃあほんまに。え、じゃあ私今日なんで無駄にみんなになんかじらしプレイさせたい。え、あ、そういうこと。え、だからなんで今日やってるんだろうとは思ったけど、別に。でも、え、言ってほしかった。いや、なんかさ、別にさ、遅くやる早くやるのに悪いことはないじゃん別に。いや、でも別に今後だって一回もギルバ出れないかもしれない、もしかしたら明日から出れる。
明日分かんないよ、何があるか分かんないじゃん。だから早め早めの行動が大切じゃん。だからそういうのそういうのを実践してるのかと思ってごめんね、ごめんね、ごめんね。ゆきりかに個人ライン送った方がいいねえ。でもゆきりかあれから出てこなかったよね。先ほどはごめんねってゆきりかにラインしとこしかも昨日出たミッションらしいよあれ。え、そうなん、なんじゃい。あ、ギルバドチケット交換所を使ってみよう。で、副業ポイント500ポイントもらえる。やったやったね。先ほどはごめんね。やったね。副業ポイントを求めてた。副業ポイントを求め、副業ポイントしか勝たん。やったー。マジか、不幸だったわ、それは。ちょっとごめん、もじゃああれだね、始まった時に言えばよかったね。いや本当だよ、ごめんねごめんね、こちらこそ。いやごめんね、見守ってた。赤に楽しそうだから見守ってた。なんかでもさ、うん、多分5分ぐらいで鑑賞できたやつがさ20分ぐらいかかってるでもこれでミッション全部いけた。あ、え、すごい、おめでとう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 。でも明日もまた新しいミッション出るんか。あ、そうだね、そうだ。でもこれあれじゃん、全部やったらあれチケットもらえるじゃん。これギルドコイン10万枚だ、資源回復薬だから、うん、これをギルド倉庫に入れとくね。うん、ありがとう。私もじゃああと1個使ったらそうするね。ギルドコインか、ギルドコインなんてマジでこんな必死にやる人なのギルドコインってさ何に使うの。ギルドラの限界突破。そっか、あ、ギルドラの強化。そっか、でもあと50万コインくらい足りない、次のレベルまで。あ、マジ、うん、え、私コイン持ってるかもめっちゃ。いやいや、え、この前入れた、この前入れたよね、あれは何。あれも一緒だから、ドラゴンブラードとドラゴンシードとギルドコインを入れてほしいの、うん、リそう。でもこの前1週間前ぐらいに いっぱい入れた気がする。それがそれが全て、全て、それが私の全て今の。じゃああれ達成したら、うん、もう一回送るね。お願いします。え、なんかさ、なんちゃらコインもあるじゃん、あのさ、グラムコインみたいなやつ。そう、なんか装備の、装備のやつみたいな感じの。あれは？分からん。あれ、私ギルドの装備って最近実装されたやんか。うんうん。でも分かってないよね。分かってない。でもギルマスじゃないとできんよね。ミーちゃんかいね。うん。ミナミができるから。なんかあの装備はしてるって言ってたけど。なんかあれってレベル上がるの？わかんない。超ガチ勢の会話それな。あ、グランドソーラー装備のレベル上げだって。あ、そうなんや。装備のレベルどれぐらいなんだろう。なんか装備のレベルがどっから見るかがわかんなくて、なんかギルドラのレベルはわかるじゃんか、うん、でも装備のギルドラ装備なんかさ、進化1しか見えなくて。でもレベル20分の1だわ。レベル、あ、ほんとだほんとだ、あ、ほんとだ、書いてあった。え、でもこのさ、ギルド装備を強化するみたいな、うん、あ、私ギルドコインめっちゃ持ってた。10、100、1000万、20、21万持ってる全部入れとく。まひちゃん、守備にしとこう全然出てこないから。え、じゃあグランドソウルも入れた方がいいってことね。多いね、わかんないけど。でも南に言っとかんないけどね。あ、そうだね、でやっとってやって入れた。ドラゴンプラントも気持ちばかりですが、ドラゴンシード、あークラッカーみたいなやつめっちゃくれてる。ジジ守備にしようか、私が守る。俺が守る。俺が守る。メンバー内でイベントの個人チャット交換しとるよ。逆にメンバー以外に送りづらいから。メンバー。あ、そうだね。それな。いや、ラストアイドルの人に送ってもいいとは思うんやけど、でも、うん、多分誰ってなるけん。なんかさ、向こうがさ、もし万が一さ、うん、めっちゃギルドやっててさ、うん、めっちゃ見てたらさ。うん、
誰ってなるよね。恥ずかしいよね。恥ずかしい。なんか逆にだから私もメンバーそのここのに入ってるのみーちゃんとかのそのイベントを理解してる人か、うんうんうん、本当にログインしてない人に送ってる、うんうんうん、ナナさんとか。ナナさん送ってる。ナナさん送ってる。あかりんが、あ、そうだよ、だからあかりんがめっちゃギルドラはあかりんがめっちゃ強化してくれてる。そう、でもギルマスがミナミだから装備はミナミしかあげれないっていう、うん、そうだね。本当だ、チョウチョウいなくなってる。なんかあれ変えただけでめっちゃ私そあれ総合力が上がった。何あれ、エリクサーの、うん、エリクサーじゃないやつ、うん、あれエリクサーだ。何エリクサーだけど、うん、なんかカムラとかにしか使えないエリクサーあるじゃん、3つ。あー、はいはいはい。なんかあれのなんか不当、うん、にしたらだけで100ぐらい上がった、100億ぐらい上がった。え、どこでもらえるの？それいや、知られたかな。なんか持ってるかも、持ってると思う。持ってない？私、どこで手に入れたんだろう、あれ。え、私のさ、ドラエクさ、うん、マジ好きにいじっていいから強くしてくれる？いや、なんか、うん、割とね、うん、ノリでやってるから。なるほどね。え、なんかめっちゃ、うん、モンスター装備、え、モンスター装備してる？してる。あ、え、結構自分的には頑張ったんやけど、だって私暇さえ Twitter と LINE とドライブしかやってないもん、うん、携帯で。あと、うん、あのボーナスタイムとかの7並び、ね、うん、ああ、え、あれどこでもチャレタ、チャレタ以外のか分かんないなってね。60027.2 億です。 627.2627。 え、これさ、別動体を強くしたいとか先方体を強くしたいとかはない？別に私はあのアリーナで勝てるようにしたいから、ね、普通のメインデッキを強くしたい。じゃあ、あ、ドラゴンのイベント始まってくんないかな。今なら私強い気がする。本当にイベント中マジで出来上がったからな。でも装備も割と限界まで進化させてるし、うんうんうん、そうだね、割となんかそう潜在解剖とか結構してる、上げてるね。し、昇竜も結構やってる。そう、昇竜今月頑張った、あのいっぱい交換した。うん、なんだろうな、別にカムラもいるし、うん、これあれだもんね、エグゼ。シルバトのイベントもう申し込んでる。あ、え、ありがとう。そう、いつからだっけ？いつからだっけ？あれさ、あれだよね、ギルマスしかないやつ。なんかギルマスとかしかさ、エントリーできないやつでしょ、うん、次のイベントの。え、ありがとう。ギルマスだからいつか。さすが。ユミをサブマスにしたらいいんじゃない？だったら。サブマスってさ、サブマスって2人いけるよね。いける。これどっからできるっけ？幹部に幹部任命、うん。サブマスターに任命します。あ、やった。さあした。いいよ。した。しちゃいしちゃい。嬉しい。これでいじくれるぞ。え、なんなんだろうな。モンスター。猫っぽい。タヌキと同室に見えた。タキノと同室が。タヌキ。タヌキ顔ではあるのかな。タヌキ顔でもないか。なんかあかりんのは、うん、え、なんでこんな装備してんの？装備？え、どういうこと、どういうこと。あ、わかった。わかった。あかりんさ。はい。アンセム、うん、っ
ティアマと、はい、覚えてて、アンセムティアマと、エグゼ、カムラ、シャウラ、アンセム、ティアマと、エグゼ、カムラ、シャウラ、はい。あ、今のメインデッキじゃん。あ、そう、あ、メインデッキ覚えて、自分のメインデッキ覚えて。オッケー。一回メインデッキ以外のシャウラ、カムラ、カムラ、シャウラ、エグゼ、アンセム、ちょっと待って、ティアマト、あー、タマティーナ、私あれが欲しいよね、エレメンタルエイミー、あー、わかりみ、ね、これがこれを外して、これも外すね。アカリンはまんべんなく、うん、まんべんなく強化してるから、うん、その自分のあれ、うん、自分のメインデッキが、はい、西がもっと強くなるはずなのに、うん、他にも気力を支えてるから、はいはい、なんかこう集中したら、うん、ちょっと待ってね、なるほどね、欲張りすぎてる。いや、なんか総合的に見たら多分いい、平均的に、そう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 、ティアマトがこう攻撃の位置、攻撃の、でもエリクサーとか超適当にやってる。うん、なんか私はもうエリクサーはメインデッキにしか入れてなくて今、うん、じゃないとなんかそのどのエリクサーがどれについてるかが分かんないじゃん。うん、分かんない。だからその現象になっちゃってるから、今お気に入りしなきゃいけないか。そう、だからなんかお気に入りにするのも。え、バトルサポーターとかって意味ある？バトルサポーターあるよ。あるか。あるけど、うん、なんかそれのあのエリクサーは、うん、二の次にしてる。なるほどね。村に。公園の話もっと聞きたい。公園？今日の？あ、これで。カムラ何個持ってる？2個か。じゃあ今のカムラは1個あれにしてる、サポーター。あーね、テンテラ台ゲーム最高、ありがとうございます。ちょっと待ってね、今日のこれなんか楽しかったです。テンテラじゃない、ひまわり、あ、奈落か。じゃあ違う、一緒のスレードは取ってます。奈落じゃなくて、テンテラ流が出てくるばって、歌唱力がやっぱピカイチっていうか、オリオン公演やってほしい、池袋で。あっ、え、お強い、マジこいつ、あれでも、あ、テンテラで、なんだっけ、あとあれ、メインデッキ、カムラ、ティアマトシャウラアンセム、どれだろう、シャウラ。でもシャウラは今さ、うん、あ、ステータスアップキャンペーンだからやってるって感じ。ああ、なるほどね。そう、でもまあ、うん、アンセム何色？緑のなんか、うん、竜みたいなやつ。あった、ユータッツマーク、滝、福
福滝大好きマンさん、じゃありがとう。してありがとう。エビリンありがとうって言って。ありがとう。滝福にくれた。ありがとうありがとう。ごめんね。ありがとうありがとう。ごめんね。夢リン配信もしかしたら続いてる？続いてる。ごめんね。なんか私のドライブいじってるよね。いじってる。あのいいよ。あれで暇な時で。でも多分みんなもねアドバイスしてる。え、あ、そっか。くれてる。広くんだ、強いんだ。あー、テンテラ。じゃあテンテラより、うん、テンテラって何？え、なんか天にテラなんちゃらカムラってやつ。あー、そういうことね。そう。え、じゃあそっちのカムラより、うん、奈落の方をメインデッキに入れた方がいいのかなってことは。私奈落をメインデッキにしてテンテラを、うん、あれ裏に入れてる。なるほどね。結局は奈落になって、やっぱ奈落メインデッキに入れた方がいいのかな、どう思う？なんか新しいからさ、テンテラを先にテンテラを入れてるの。テンテラ強化してるのは奈落。奈落が安定、まあそうだよね。でも赤に奈落の、うん、あれ装備もマックスにしてるから全然。え、ちょっとでもそのテン、その装備は付け替えていいよ。あ、うんうん、あの奈落専用の、あー、そういうことか。そう、やつをマックスにみたいなやつ、ね、やってる。え、あなたさ、うん、あのさ、うん、竜陶器、うん、のさ、うん、意味わかってる？わかってない。わかってないっすよね。すいません。これは激おこ案件ですよ。え、何竜陶器って？これは例えばカムラだったら無属性なのよ、うん、だから無属性のやつをつけないとダメなの、うん、そうなんだ。光属性だと思ったカムラ。そう、光が入っててびっくりした、ね、へー、ごめんなさい、適当にやってます。なんか色、あの緑っぽい色の竜には緑とかつけてます。かわいい、かわいい、それかわいいけど。でも中村舞にはちゃんと水色つけてます。あーあーあー、それは合ってる、それは合ってる、はい、唐突なキュート。あー、テンテラカメラは光だから、確かに。じゃあ無属性のカム、確かにな。すいませんね。確かにな。どうし、説教だ。サングラスと打ち明けものですけど、ありがとうございます。踊りが好き。どうしようかな、ちょっと強化、強化じゃなくって進化か、進化、進化。ユフリングすごいやってくれてる。進化。でもほんとさ、今日のさイベントも全然勝てなかったの。昼やってた、うーん、なんだっけ、あのガチャピンへのガチャ券がめっちゃもらえてた。うーん、悔しかったから。あれもうや、もうないんだ。あれね、3時間ぐらいで終わって、また来週。え、めっちゃ溜まってんじゃん。何が？あのあれ、じゃあ命つるし、あのエールでもらえるやつ。何何なんだっけ、あのあれ、スタミナ。スタミナ、私クエストやんないもん。スタミナ、え、あれやりなよ、あのあれ300使うやつ。うん、ライド。え、ライドってあの300コイン使うやつじゃないの？300コインじゃない、300スタミナ。待って、ライド、あ、なるほどね。ライドがなんか今素早さのライドを入れてて、はいはい。あ、明日やるってイベント。明日勝ちたい、私。あ、へえ。明日もリハ中な気がするな、ちょうど。ライド全然意味わからずに、うん、なんか金魚とか赤とかピンクとかあったから、うん、赤が可愛いから赤にしてる。赤にしてるだけ。なんか金魚は素早さ、うん、あ、そうなんだ。なんで、ね、でも結構これジムで買わないといけなくて、ライドは。え、でもジム使っていいよ、あるんだったら。でも使えるジムはどこで？多分ね、結構するから足りないと思う。課金しなきゃ無理？うん、課金したいな。あ、でも課金一回したら沼な気がするんだよね。そうだね。ライドパッシブした？何回かした。装備をしてる、スタートがある。うん、ライドのパッシブ装備だけやちょっとやってるけど、うん、でも言うても3か4とかじゃない、やっても。なるほどね、うん、ちょっと配信終わってガチ勢になるわ、私。オッケー、ごめんね。
明日は10時15分から配信します。皆さんほったらかしですみませんでした。今からシャオルーム終わるってこと？あ、うん、ちょっと待って怒られた私が本当に夢に。え、大丈夫、怒られた。朝、私終わったになっちゃうじゃん。朝もしたから。本当にと皆さんそうしようって言ってくれてる。優しい優しい。でも武田くんだめちゃくちゃ強いでしょ今。優しい。なんかねみんな結構ねコツコツやってるから、ね、なんかね、そう皆さんコツコツお得意、ありがとう。配信見てくれて、明日ピアル舞台のノイミーさんとのもあるのでぜひよろしくお願いします。ありがとう。13位夢のサンタさんありがとうございます。12位ノリヘクスさんありがとうございます。11位ガンバレットさんありがとうございます。10位アルトさん夢に倒し中ありがとうございます。9位天下一品いちごスープさんありがとうございます。8位ひろかずさん夢にガチ恋中、夢に横断幕届いた。あー、なんかグッズのやつか、ありがとうございます。7位トリダンさんありがとうございます。6位おいでませ元気さん好評、配信見たよ。サングラスデイズいい曲だ、いい曲だよね、踊ってて楽しい。5位ヒロさんありがとうございます。4位ヒコラさん今日も可愛かったしダンスめちゃうまかってありがとう。3位フスランプくんさん定期公演楽しかった、滝役最高、滝役最高だって、嬉しい、滝役最高ありがとうございます。2位クマネッポさんありがとうございます。そして第1位がケンさん、あさって高松港公演の総選発表、お手元に。あ、そうなんだ、当たりますように、ありがとうございます。今日のラッキーさんはディーン、ありがとう。4周年ギフトもたくさんありがとうございます。息遣いはこちら放送しとくわ。他県18さん4周年ありがとう。それでは明日10時15分です。ごめんねメールが前後してて分かりにくいかもしれませんが、イフリンの明日10時15分だって。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張れイフリン。それではおやすみなさい、バイバーイ。